廊下の鍵、誰かが落としていったもの。ってことは、誰かいるってこと？あかねちゃんとゆいちゃん以外にも。そういうことかな。それが何かのヒントにつながればいいけど。誰かいるのかな？え？なんかいる 誰かいた？誰かいた？こんにちは。あ、洗面台だったんだ。煽るな、煽るな。煽るでない。かわいいなあ、あのタコさん。あー、やっぱここだったか。行きますか。おー。開けた感がある。あれが苦手なのかな。シャコかな。あれが苦手なの。まあ、虫みたいだもんねって言おうとしたら、同じことを言ったわけですが、あかねちゃんが。え？わあ、男気あるなー。かっこよすぎるんだけど。なんで今、あっち向いちゃったんだろう。この状態で移動か。一応、早歩き的なのはできるんだね、ダッシュで。チェーンロックかかってる。うわ、こっちは行ったらまずそうだね。ここも行けないので、ここに行きますか？ここは？お線香の匂いが漂ってる。ああ、霊安室的な感じかな。うわ。ええー。ああ、そっか、シャコって、食べるんだっけ？うわあ、そういうことだよね。でも、これでこっちには行けるようになったな。申し訳ないけど。ちょっとマイクがずれてきました。はい、ごめんなさい。失礼いたしました。ゆいを下ろしても大丈夫かな。とりあえずこれで、OK だね。ゆい、何してるの？紙を探してるの？紙？コピー用紙でよければ何するの？折り紙。へえ、器用に作るわね。なんだろう、魚だよね、あれ、形的に。私に？なんだろう。俺って別に何もしてないし。エンゼルフィッシュとかかな。ありがとう、もらっとくわね。何か作れって？いや、そんなくす玉ぐらいしか出てこないよ。じゃあ、さっきのやつ、私に教えてよ。魚のやつ、ゆいが教えてくれたら、私も作れるし。うん。コミュニケーションを図っていきましょう。なんだろう、今の。何かが今一瞬映りましたよ。壁の方からだ。え？うわ！イルカ。敵ではないんだね。波乗りだったんだけど 完全に 波乗りゆいちゃんだったんだけど。あ！
ああ、いけないのか。マジか。もう一息だったんだけどな。ええー、でもはぐれちゃったな。追わないとね。これは？昏睡からの回復。現在、施術や投薬によって昏睡患者の意識を回復させる決定的治療法は見出されていない。だが患者に声をかけたり手を握ったりするなどの呼びかけの行為が意識回復に効果をもたらすというのは広く認められた事実である。脳の中に眠ってる現実世界や大切な人の記憶を思い起こすことが患者の意識を呼び覚ますきっかけになると考えられてる。さっきのとかもそうなのかな？一部というか記憶のかけらっていうかさ。あとはやっぱり、鍵を拾った時にね、他に誰かいるかもって言ったと思うんだけど、それも何か思い出す、というか、いろんなことにつながり、そうな感じも、しなくもないけど、多分先に進んじゃうよね、あっち行くと。どうなんだろうか。追わなきゃってことは、ですよね。こっちしかないのか？チェーンロックがかかってる。こういうチェーンって確か輪ゴムとかで簡単に外せるって言うけど。え？マジで？え？待って待って待って。え、これ上着着てこなかったら、え、ダメポイントだったよね、きっと。え、とんだラッキーを生んでる。これで開けられるかも。いや、探索はするもんですね、やっぱり。やった。やったやった。オッケーオッケー。なるほどね、ここに一応、しよっか。触っちゃったし。多分触ってキャンセルするとまずいですよね。多分脳幹でそのままセーブだけされるみたいな。何この子。うわー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 、びっくりした。え、これやばいやつだよね、多分。なんか、毒を持ってる的な、名前が出てこないけど 多分なんか、そんなような、海の生き物だよね、きっと。ここにいたんだね、ゆいちゃん。ゆい、そのイルカどうしたの？なんだか苦しそうにしてるって？尻尾に尾びれが。なるほど。なかなか出てこないから私たちを呼んだってこと？手伝ってくれってことかな。こんなのうまくいくかわかんないけど。エラー起きたんだけど。だから別の意味でうまくいかなかったんだけど、今度は大丈夫かな。頑張って、もうちょっと。わ、え え、編集じゃないですからね。この音。ガチのやつだからね。ゲーム内に入ってたやつ。え、なんかギャグみたいな水がしたんだけど 大丈夫？ああ、早い、泣かない、泣かない、かわいいな。痛かったんだな。ゆい、見てごらん。ああ、もう泳いでるよ。いや、でも、なかなか立ち会えない経験というか、できないですよね、こういうことなんて。いやあ、これは貴重なものですよ。ゆいも早くお母さんのことを思い出せるといいね。そうだな。
あ、いるよね、お母さん。いるよね。よかった。え？私にはユイのお母さんのことはわからないけど。でも、ユイがこんなんじゃ、きっとすごく心配してると思うよ。お見舞いに来て、ユイの手を握ったり、声をかけたりすると思う。そういう人の気配とかは感じたりしないの？どうなんだろうね。その辺気になるな。え？早速。これって今、呼びかけてるんじゃないの？ゆいちゃんのこと。ちょっと。追いかけようか。わ。だー。いけないんかい。無敵時間とかないかなって思ったけど。そんな甘くはなかったな。え？え？なに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 ？うわー、食われた。食われたんだけど、でもなんかあったよね、絵本が。ちょっとセーブしようと思って、使ってないセーブポイント、ここぐらいしかないなって思って、戻ってきたんですよ。うわ、ちょっと待って、これ何か見つけちゃったかもしれない。え、そして、また、貴重なところに立ち会える、また。わあ、3回目だ。3回目ではないか、2.5回目って言うべきか、これは。えらったもんな。さあ、戻ってきたわけですが。え、マジか。いけないのか。OK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 。怖かった。待ってよ。一応、分岐とかあるっていうのは知ってるので、サイトはチェックしておりますので、先にセーブしよう。多分この判断がいい。なんかこれ、どっちに傾いても何かありそうな気がするから、してから撮りますね。ユイのやつ絵本落としていったな。これがいい方向に行けばいいんだけど。あ、ゆいちゃん。どうなんだろうか。え、なになになに？あ、だよね。多分当たるとダメージだよね。どうしよう。一応しとくか。え、多くね？ え、多くない？ちょっと待って。戻ってはきたけど。多分呼びかけてるんだろうね。わー、きっと現実の方では、そこにいるんだろうね。ゆいのお父さんとお母さんなの？また来るからね。え、危ない危ない危ない。よかった。確か。なんだか悲しいなぁ。ゆい。ここがあんたの記憶の中ならさ、何かお母さんたちのことを思い出せば、この先に進めるかもしれない。そうか。どこに住んでたとか、何をしていたとか。諦めないで何かないか探してみよう。
あんたちょっと顔色悪いよ。そっちのベッドで寝てな。私探してくるから。そういや、あんたそこで絵本落としてたわよ。また一瞬映ったなぁ。ゆい、私。そこの部屋、ナースステーションのコールと繋がってるみたいで。それよりゆい、見つけたの。あんたの住んでるところ、マジで。なんか、知らない間に。このフェードアウトとフェードインの間に、姉ちゃんがものすごいスピードで仕事してる。今、ナスでユイの。ほとんどって、けど住所があんたの。え？団地？え？なんか開いてあんだけど。すぐそっち。待て。え、どうするべきだこれ。待つべきなのか？多分待っててすぐそっちに行くからみたいなことを言いたかったんだよね。あかねちゃんは。え、待つべきなのか？これは先に進むべきなのか？待とう。多分待っててだよね。あの言ってた言葉は。ちょっと待って、何もなさそうだったら、行ってしまいます。ああ、よかった。診療記録？文字がぼやけててほとんど読めないけど、でも何かこれ大きな手がかりになるんじゃないか？どこかの団地に住んでたってことは確かだと思う。思い出せない？その時のこと。動かせますね。ちょっと結構時間的にいい感じなので、ここ出るとセーブポイントあったよね、確か。もう一個あったよね。うわぁ、移動してる。え、でも。あ、マジで戻れなくなってる。やばい。ちょっとどうしよう。どうしよう。困った。え、向こうの道超気になったんだけど。待って。床が見える。え、いけるってこと？ちょっとセーブしよう。お、進める。進めなかった。すみませんでした。とでも思っていたのかと言わんばかりのフェイクが入りましたが。じゃあ、ちょっと休憩します。なんかもうとてつもない、なんかタイミングではありますが。ただね、向こう側の道も気になるので、もしかしたらちょっと戻って、もう一個の道に行ってみるっていうのも一つ考えておきながら、また遊ぼうかなと思います。ちょっと次までに決めておきますね。多分まだどっちともいけると思うんで。というわけで一旦お疲れ様です。